マルチウィンドウのアプリ使ってスマホを2分割して、上がシンプルノートで記事まとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。では、具体的に抵抗の方法を見ていこう。非暴力行動198の方法としてまとめられている。ここでその全てを紹介することはできないし、またこれらの、まず非暴力抵抗と説得の方法という項目にまとめられている抵抗方法。1、公共の場で演説する。3、組織や機関による宣言を行う。38、行動をするなど、今の日本の市民運動でも行われているものが多くある。むしろ今の日本であまり取られていない経済的非協力の方法の項目がかなり重要である。経済的非協力の方法の第一はボイコットである。ボイコットは排除や、また不参加、非協力などの意味である。経済的ボイコットとしては、商品を買わない、売らない、土地買って家屋を貸さない、家賃を払わない、預貯金を引き出すなどがから対国家へもう一歩踏み込んで、税金を払わない、政府支援を拒否するなどが挙げられている。経済的非協力の方の第2はストライキである。ストライキは労働者が労働を拒否することによって雇用者と交渉するための手法だが、その規模が大きくなれば、生産の停止が拡大することによる経済的打撃で政権を追い詰めることができる。ヨーロッパではストライキは決して珍しいものではないが、日本では労働者の権利として法的に認められているにもかかわらず、全く姿を消してしまっている。全く姿を消してしまった。あらゆる産業の全ての労働者がストライキに入ることをゼネラルストライキ、ゼネストというゼネストを打たれると政権には大打撃となる。もちろん117本全体的ストライキを起こすが挙げられている。加えて111順法ストライキを起こす。仕事に就きながらストライキを行うというもので、極度に遅く作業をするなどで、実質的に労働拒否と同じ効果を生み出す。列車であれば、過度なノロノロ運転によってダイヤを混乱させることなどが入っている。これは1970年代の旧国鉄が取った方法だ。政治的手法としてのストライキを具体的に示しておくと、独裁政権侵略者が大量の兵士を輸送するには鉄道を利用することが必要になってくるが、ストライキによって停止させる、または準ポストによって実質的効果を損ねることができる。応用として、道路を使った兵器兵士の輸送に対しては、全ての装甲車両が道路上で停車、または過度の低速運転によって妨害ができる。政治的非協力の方法の項目には、いよいよ上品な日本の市民運動、リベラルが取っていない方法というより、非難してきた方法があふれている。124、こう選挙をボイコットする。123、立法機関をボイコットする。127、政府の教育機関から退学する。128、政府支援を受ける組織をボイコットする。137、集会や会合、解散を拒否する。138、腐り込みを行う。140、潜伏や投票し、偽りの身分を名乗る。そして141、非合法的な法律には市民的不服従を起こすのだ。非暴力であっても権力の許す枠組みは突破しなければならない。当然、非合法実力闘争まで進まなければ政権の打倒はできない。一見、なんだ、微音的に聞こえる非暴力闘争は、ここで合法の枠内にとどまる市民運動に
別れを告げるジン・シャープあらかじめ交渉し、選挙クーデター国内国外勢力への否定しているからだ。そして最後には174、新しい社会パターンを構築する、192、別の経済機関を作るなどを得て、ついには198、二重政治や並行政治を打ち立てるに至る。ジーン・シャープが紹介する抵抗の方法は、これをもっと、独裁体制を打倒した後の新しい社会のイメージは抽象的すぎて、これに基づいて自分たちの政府を運営するには無理がある。政権を打倒することと政権を運営することは異なった次元に、政権を打倒することを本性を学びにした運動が、独裁政権を退場させた後に必ずしも安定した市民民主系政権が、ジーン・シャープは CIA の手先だとかそこまで言わずとも、米国の価値観を他国に押し続けているとの批判もある。ジーン・シャープの画像にそのような要素が規定できないとしても、